アドデック9の人体実験。その裏で暗躍するモグラ。真相へ近づいていく矢神に仕掛けられた罠は、カイトウの流したちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今、松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。Yeah, chapter 11. Curtain call. Cable. Savanjane. Jimmon wa koko de yaru ya. Na yatara, gomon dougu mo motte ko saseru de. Hitiyou ni nattara yuu yo.あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。初めから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の正野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ。Oh yeah, it's interactive. So the first time you used the mole, I would say was probably Waku. No, that would have been Shona.カムロ町看護師殺害放火事件、被害者は大久保新平の元恋人だった寺沢恵美。3年前の事件だ。はあ、それを大久保の犯行に見せた。 Is this right? This was a shot in the dark. 知らねえよそんなもん。俺らじゃねえ。3年前の事件ってわけわかんねえぞ。そっか、うん、そうだよね。 Oh well, you got me。あんたがモグラを使った最初の殺しは、Hashiki's murder. 創薬センター副所長殺害事件。今から半年前、Hashikiが殴り殺された事件だ。Hashikiは梶平会長の手先で、創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者であるショーノには絶対に知られたくない秘密があった。だからショーノはハシキを野放しにはできなかった。あの事件は当時カムロ町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラはハシキにとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが少女に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。ヤガミ、なかなかいい仕事しとるやないか。You ain't off bad, yeah. Yeah, the second time lucky, you know. 司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おお。Excuse me. It is early today to be tired. Where's the mole right now? Quit. Yeah, we'll ask him where the mole is.モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ、お前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。殴り殺しにしたるで。笑わせんな。
田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ。ただの殺し屋。そもそもあんたはどこで奴を見つけた。拷問道具は。あいよ。Oh shit. 待て、わかった。Yeah, I talked too when he pulled them things out. 遠慮すんなや。もっとええのもあるで。モグラは何者なんだ。モグラは、あいつも初めはカムの蝶を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、茶化だの偽造書類だの他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になるとモグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じだな。 One way of putting it, I suppose, yeah, yeah. 何が冷やし中華だ、バカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですが、小さいしのぎで生き残れるほどカムロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守りには金がいるんです。カイトみたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。 I mean, the dude looks like he needs medical attention on that nose. That thing is messed up. もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった。すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は生野から。まあな。ただし直接接触してきたのは生野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。石松、愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、10 million、1000万で端木の殺しを受けた。10 million。 The dude looks like a ventriloquist dummy that's just come to life, but 10 million。 まあな、その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事。ああ、
アドデック9の実験台にする人間の調達とその始末だ。凶霊界のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。100 million yen。 この間の殺しが1000万。それがなんでさらうだけで1億なんだ？それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのか、まだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。 How well funded are these dudes? 凶霊界をさらってそいつらをどうする気だ？彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか？それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何も。I wouldn't want to impose, but would you throw in disposals with that cost, you know? あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは！私は末端の人間にすぎません。ですが、私の組織は億単位、いや、それ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し、組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと？そうなった時、あなたは何日生き延びられるでしょう？少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点で、あなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか？お前らは一体？我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは？石松の上司で一ノ瀬と申します。うん、今ここに私が顔を出したのはあなたを信頼しようと腹を決めたからです。Oh dear。 そしてこちらも命がけでことに当たっていると。 I mean that guy likes sticking his nose into places, doesn't he? 私はショーノと言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な。But, enough of you, fool. 開発？我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。Oh, hi, dude. 一ノ瀬。That guy with the huge nose, his name is Itchy Nose. あいつも絡んでた。まあな。
医療システム産業開発機構ってわかるか。ああ。創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。で、そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。おい、man. You're warm enough. 守るためにもアドデックナインを完成させる必要がある。その陰で何人人を死なせてでもか。はあ、アドデックナインの莫大な利権はな。Oh man, I am still 一ノ瀬たちだけじゃねえ。Sweltering. もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。I even got a little desk fan going. Let's find out why they picked the Yakuza. 強霊界のヤクザを使ったのはなんでだ。小野にそう指定されたからだ。小野からの指定？ああ。ハードデックナインは実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何でも行方不明にしてたら。どう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、ショーノは罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。で、その手先になってる兵隊が強霊界。そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。Yeah, I can believe that. It feels warm here. 俺がそう言ったわけじゃねえよ。ショーノが言ってたんだぜ。いいから頑張って喋れや。T-shirt sticking. ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと？あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも強霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは。Uh-oh. We gotta show him the proof and. That doesn't prove anything. None of this proves anything. Alright, let's just start from there and we'll go in order. This can take a while. So yeah, take a look at this dead guy. Mashiba Kenkichi no Kenshi Kantesho. Huh? Ore wa shiranei zo. Soitsu ni kanshi wa zenbu Mogura ni marunage shite ta. Da. Excuse me. Oi. Nani shitoru nya, Yagami? To apologize. Iika.あんたが強霊界への襲撃に積極的だった証拠がある。それは。See you in a bit, dude. Thanks for dropping in again. こいつだよ。覚えてるよな、これ。あんたが久米をさらった時の防犯カメラ映像。この時あんたが矢面に立ったのはなんでだ。防犯カメラに顔までさらして。あんたらしくもない。答えてくれよ。あの時はモグラが強霊界を二人立て続けにやったってタイミングだった。
そうなると奴らも警戒が厳重になって、もう単独じゃ街を出歩かねえ。そんな状況じゃモグラが一人で強霊界の人間をかっさらうのはさすがに無理だ。だがモグラは俺以外の人間には絶対に顔を見せねえ。だから俺が手貸すしかなかった。あんたがアムールを出た後、モグラは裏口から久米を連れ出してった。アドデック9の実験台は車のトランクに押し込まれて小野のところへ運ばれる。創薬センターへか。いや、センターじゃねえ、違うとこだが、その場所を知っているのはモグラだけだ。人体実験はそのどこか秘密の場所でやってるってことか。そんなとこだ。じゃあ死体から目がえぐられるのは何で。さあな、それも俺は聞いてねえ。ヤクザ同士の抗争を演出したのか。Dude, they've just hired Ichi the killer as the mole. That's it. We figured it out. Next game, let's go. 次は新谷が新谷は強霊界のヤクザじゃない。なのにアドデック9の実験台にされたのか。それともあの人は他に殺される理由があった。あいつがやられたのは俺のせいだ。え？久米が死んだ事件で俺は裁判を受ける羽目になった。でもよ、やってもねえ殺しで無所行きなんて冗談じゃねえ。だから俺なりに保険をかける必要に迫られた。保険？裁判前、新谷と接見した時に俺はこう言ったんだ。もしこの先無罪の可能性がなくなるようだったら、創薬センターの小野を調べろってな。それじゃあんたは一ノ瀬たちとの秘密を新谷に漏らしたわけか。別に一ノ瀬の名前までは出してねえ、小野の名前だけだ。だがまあ連中から見りゃそれも立派な裏切り行為だろうよ。だから俺は新谷にもきっちり口止めはしてた。いざって時の情報だとな。そんな大事な情報だと理解していて、なんで新谷は小野宛てに電話をかけた。さあな、だが勝手な想像ならできる。聞きてえか。ああ、聞きたいね。新谷はよ、お前に負けたくなかったんじゃねえのか。え？あいつが俺を無罪にした時も、実際に決め手の証拠を掴んできたのはお前だった。新谷はただそのおこぼれで名を上げただけだ。 So he was a glory hunter basically and got him killed. 口にはしないが、みんな承知してたろ。のまけにお前はさらに奴より先を行こうとする。裁判では分からずじまいだった真犯人さえ探し始めた。それを新谷はどんな気持ちで見てたんだろうな。お前が華麗に真相を暴くのを期待してたか。俺にはそうは思えねえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の構想とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。ダンマン、お前より先に真実をつかむ。それができて初めて奴はお前に勝つことができる。じゃあ新谷は自分の手で事件を探ろうとして創薬センターに電話を。俺の勝手な想像だっつったろ。だがどんな理由にせよ結果は同じだ。新谷が小野に近づこうとしたことはすぐ一ノ瀬にも知れた。それで奴は俺が新谷に情報を漏らしたと気づいた。俺としちゃ
もう新谷には死んでもらうほかなかった。モグラには俺が自腹で金を払ったよ。身代わりの犯人には綾部を選んだ。俺たちはまず奴の銃を手に入れた。その銃を使って新谷に手を下したのはモグラだ。凶器になった銃には弾を補充し、使った痕跡を消して綾部の懐に戻した。一方、死体から見つかる弾にはその銃の洗浄痕がつくことになる。するとそこにあるのは綾部刑事の銃で新谷が撃たれたって紛れもねえ事実だ。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。So they just shot the gun in an alleyway? 記憶がないって。そんな説明誰が信じる。まあ、Took the bullet でも and put it in the body? Or did they actually make it to him, shoot him, and then put the gun back before Ayabe woke up? Nanda, どうした？なんか焦げ臭いな。何？何？松金組が俺を助けに来た。Yeah, maybe.モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て、ハムラ。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みがある。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら。お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。Yeah, surely no one's safe now. That dude does. That's a guy himself. いくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだね、お前は。え？行こう。He's not looking at the bigger picture. Dude's gonna get offed.松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。か、頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。Oh fuck。Excuse my French。やってくれるやないか。That guy literally did no damage except to himself. The guy walks in there, blows himself to shit, but does nothing to the other Yakuza? The salmon dude. 行くぞ、おやさん。おお、ハムラのことは俺に任せろ。Oh, we still not got full HP. Okay. Yeah, cheers. During this battle, enemies will attack Matsugane. Oh, cool. Shit!
your back just got punched twice. How the hell did he get out of here? Need some renovations. Oh, Jesus, it's the salmon, dude. Throw him in the fire. It works. Oh, he's mobile for a fat guy. Is the
There we go. Didn't need to cheese him. So far, Kane guy has been the hardest. His little giggle. Oh shit, he's here. Oh, the dude is like Bruce Lee or some shit. Surely he's just gonna shoot him and run anyway. Yeah. Jesus, you see that? Came through his eye. Oyaji, なんでこんなこと。さっきのやつがモグラだろう。俺があいつならまずおめえの口をウサギにくるって思った通りだった。そうじゃなくてよ、なんで俺をかばうような真似。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。辛かったろう。本当に。Can we speed this up? The building's, you know, burning. すまん。お、親父。そんな。だからよ。これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父。親さん。ダボ。もう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？
何？He does look like a mole. He got moley little features, hasn't he? That was a good scene. That was intense. Fucking Jackie Chan burst in there, doing his own stunts. That was very well, very, very well choreographed. Is that the word you use for doing it in video games? Choreographing? I assume so. It was good. I mean, someone put effort into that. That was real good. ダメだった。そんな黒岩の野郎。え、今なんて。黒岩、こんな夜中に何しでかしたんだ、ヤガミ。なんだと、お前。ちょっと、どうしたの。どいてください、ケンジ。彼には少し署で話を聞かせてもらいたいんですがね。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの。もし何かあれば私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ、医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。Didn't hide it very well, did he? He should have pled ignorance, you know?